飲みながらやろう。よし、はい、どうも、世界一ステックな怠け者テッケテッケです。はい、そして今回は11月の新商工会ラインナップのメンバー、新しいメンツに変わっていて、まあ、今回かなり両キャラがいっぱい並んでいるので、それを見ていこうと思いますが、まずはその前に、今11月2日入ったところですね、木曜日の深夜0時半ですが、まあ、慌ただしい月末新副賞、そして次回反響一区切りついたということで飲みますか。はい、今回はキリン一番搾り糖質ゼロで抑えめにいきたいと思います。まあ、というか今収録ボタンを押してから慌ててやっぱ飲もうとボタンを押してから今コンビニ行ってきました。はい、そして、月末新副賞、まあ今月は正直、微妙い副賞ちゃんでしたが、まあなんなら今後ろに並んでるリュウビちゃんだとかブンオちゃんの方が注目されてる可能性すら高いですが、まあ次回反響ではねボス突破で大活躍してるんで、はい、そんな諸々の副賞ちゃんたちに乾杯。いただきます。さあ、ということで、はい、今回11月の百花美人新商工館ラインナップですね。はい、定宝、雨金、学神、天意、当該、徐行、で、あと純育、ここまでですね。はい、この7名が11月のラインナップとして並んでいますが、はい、SSR なんですが、めちゃくちゃ豪華なラインナップですね、今回。はい、もう特に純育、もうやっと来てくれたかと思ってる方もいっぱいいるんじゃないでしょうか。はい、突然、まあ、どの副賞ちゃんがおすすめか話していきたいと思いますが、その前に、今回ですね、実はこの7名のうち、6名が、ちょっと見ていきますが、ここですね、義軍に所属しており、定宝だけ5軍なんですが、それ以外の6名が義軍というラインナップの並びになってます。長くプレイしてる方はいいんですが、まあ、この動画を見てるような最近始めたプレイヤーさんに関しては、次回反響、今こちらランゼロセカンドシーズンのサーバーですが、まあ、今回デッキを義軍だとか5軍とか、まあ、陣営で固めるっていうのが攻略の鍵になるんですが、そもそもその陣営を固めるための SSR の副将ちゃんが、まあ、全然いないと、まあ、始めたばかりのプレイヤーさん結構そういう方多いと思いますが、でその中で今回の7名ですね、しっかり次回反響の次回リンクに全員並んでる形になります。ここから順番ですね、順位徐行、当該、天意、学神、雨金、定宝、はい、この7名がラインナップとしているんですが、そのうち、はい、義軍でそうとしてみると、純育、徐行、当該、天意、学神、雨金と、はい、6名が SSR の義の陣営、総勢11名のうち6名が今回の百花美人から入手することができるという形になっているので、まあ、陣営ルテンでは義軍集めていくと防止のダメージが 30% ずつ増加していくので、まあ、例えば今回無料でゲットできる陽気比なんかを戦役やサブ戦役なんかでアタッカーとして使っている方なんかはなるべく義のキャラクター欲しかったりするんで、はい、今回、まあ、ここにたくさんいますよというとこですね。まあ、ただもどかしいのが、始めたばかりだと新職交換券があんまりないってことで、まあ、新職交換券で交換するか、またショップの交換のところからベニヒスイを使って交換するかって形になりますが、まあ、ベニヒスイも基本的にはこっちの椿ヒスイに今使いたいと思うので、なかなか交換難しいですが、はい、もし余裕がある方は義軍で染めることができるんで、短期的な使い道もありますよというところで紹介させていただきます。はい、突然話それましたが、一回飲みますか。ちょっとすいません、いただきます。 OK、 行きましょう。はい、今月の SSR 副賞ちゃんの評価見ていきましょう。突然11月の新商工会ラインナップ、はい、今回の7名ですね、結論から言うと総合判断、ほとんど A 評価で、順位区だけ S 評価と、はい、軒並みめちゃくちゃ評価が高いです。まあ、過去最高なんじゃないですかね、ここまで評価を落とさなかったのは。はい、ということで、良すぎて逆に新商工会券どこに放出していいか悩むぐらい優秀ですが、はい、ちょっと見ていきますか。はい、まずはこれらの副賞ちゃんたちを評価する上で第一項目、このゲームにどのぐらい顔を出しているかっていう出現頻度ですね。はい、ですが、まず新商工会ラインナップ、まあ、今月なんと雨金と純育ですね、この1年間でまだ0回ということで、まあ、特に純育がもうずっと顔を出しておらず、もうマジでレアなキャラクターなんで、まあ、正直も結論、今回純育行きましょうと言ってしまいたいぐらいですが、かなり待ち望んでた人多いんじゃないですかね。まあ、もちろん仮想の集いなんかには来てくれたりしてましたが、まあ、仮想の集いで SSR のために原本使ってガチャ回すのはさすがに SSR のために使うのはもったいないんで、やっぱり新商交換とかこういったタダで交換できる場所で欲しいって意味で、その他では羅針盤なんかから、まあ、ゲットしに行くやり方だと、まあ、純育過去に3回並んでますね。まあ、羅針盤の方にちょっとだけ来てたっていうような感じですか。はい、そういう意味だと徐行なんかが結構レア中のレアだったりしますね。で、あとは今月に限りですが、万事万能屋、はい、こちらが丸ついてるキャラクター、雨金と当該、徐行いると思いますが、はい、それに関しては今月の万事万能屋の SSR ラインナップ、はい、ここに雨金と徐行と当該ですね、はい、この3名が顔を出しているので、代わりの手段としてこっちからも登用できるので、福運のお守りに余裕がある人はですが、まあ、百花美人の新商交換券足りない場合にはこっちの万事万能屋からも
狙えますよと、ああいうような抜け道がありますよと、ああいうのがこの3名ですね。まあ、なんで、まあ、同じ A 評価ですが、雨季、当該、徐行に関しては少しだけ優先度、まあ、今月に限り下がるかなというところではありますね。はい、であとはスキルが優秀かどうかですが、まあ、この評価に関しては SSR の副賞なんで、無育成で取ってすぐ使えるようなスキルがあるかどうかですが、今回そこもまあまあ優秀な副賞ちゃんが多く、まず定法ですね、敵の攻撃力が高い主力に対してめまいを一旦つけることができて、はい、無育成でも敵の主力の足止めを狙いに行くことができる、なかなか嫌味なキャラクターになってて、まあ、ちょうど今出てるギワちゃんなんかが最大攻撃力が高い敵の主力のデバフの単数を増やすことができる副賞なんで、ギワちゃんのスキル2の直線に応援出しなんかで定法を出していけば、まあ、うまいことを敵の主力のめまいの単数を増加させることができる可能性があったりして、そんな面白いコンボが作れそうですね。まあ、めまいで言うと上位互換の紹介っていうキャラクターが SSR にはいて2ターンのめまいつけられるんですが、敵の主力に、まあ、定法もできますよと。であとは SSR ではめちゃくちゃ珍しい箱がばらまけるキャラクターの雨季、まあ、今ただ UR の配布キャラクターで箱を使えるようなキャラクターも運営さん配布し始めているんで、まあ、昔ほどの価値はなくなりましたね。であとは当該ですね、まあ、スキル1で虚弱ばらまけますが、まあ、それ以外にも UR アバター戦までもし投与すればスキル2で覚える鈍行という、まあ、超絶反射があって、はい、このキャラクタースキル2で自分の HP 上限の 25% を超えるダメージを全て反射で返すっていう超絶反射キャラクターになっており、例えばこのキャラクターの HP が100万しかなかったとしたら、その 25% である25万のダメージ以上は全て反射ダメージで返すと、はい、まあ、これを利用してボス戦なんかでボスがふんぬかした後っていうのは毎ターンボスが攻撃力どんどん上がってきて、まあ、こっちに何十億のダメージっていうのを飛ばしてくるんで、それを逆手に返してそのまま何十億のダメージをボスに返すことができるっていう、190ステージまででしか使えませんが超絶反射技ができますね。まあ、ただ今190ステージボスまでであればわざわざこの鈍行を使わなくても力づくでゴリ押し突破するぐらいの火力の副将ちゃんだらけになってきているので、まあ、あんまり当該に頼る人はいなくなってきましたね。昔は最速で190ステージまで行きたい場合には当該みたいな風潮があったんですが、今はもう全然そんなことありませんね。まあ、今 UR アバター戦の当該まで投与していくのは原本もったいないですかね、さすがに。はい、であとは徐行は、まあ、パッシブの3ですね。でパッシブの反射 20% を解放できるんで、まあ、白線なんかのちょっとした反射爆弾として使えるかなぐらいですね。であと純育に関しては、このキャラクター SSR では珍しい唯一の敵4名に対して封印をしに行くことができるキャラクターということで、いや SSR で4名封印はマジで優秀ですね。はい、それを取ってすぐ使うことができるということで、まあ、ジュニックスキル的にも優秀なんですね。はい、であと奥義ですが、まあ、奥義はもうみんな超優秀ですね。今回上から順番に見ていきたいと思いますが、まずテホちゃん、はい、SSR と SR だけで組んだ防御貫通だったり物理防御貫通がプラス100上がる奥義、まあ、ちょっと損傷効なんかが課金しないとゲットできないキャラクターなんで無課金の方は下の方だけになりますが、はい、その他にも UR2 体と組んだ物理防御貫通プラス260上がる奥義と、はい、貫通系奥義がかなり充実しているキャラクターですね。まあ、序盤の敵はあんまり防御力持ってないんでそもそも貫通意味ないんですが、まあ、中盤後半になるとこの貫通の奥義が効いてくるといったような感じですか。はい、で雨季ですね。雨季に関しては SSR だけですね。で防御力だったり物理防御力下も防御力 10% も上がる奥義ですね。なんかがあったりと難易度の低さ、そして、まあ、防御力っていう腐らないめちゃくちゃありがたいパラメーターの奥義に絡んでいるキャラクターで、次ガクシンちゃんですね。はい、ガクシンもウキンと同じ奥義ですね。防御力 10% 上がる奥義に絡んでいたり、あとちょっと難易度高くなりますがグキネさん、 UR 戦の中では優先度の高い奥義が優秀なキャラクターで有名ですが、と組んだ奥義なんかで貫通系奥義が上がったり、はい、あと同じく UR 戦の中では優先度が高い連覇や雪女と組んだ HP 吸収や回避レベかけ120上がる奥義なんかがありますね。ちょっと長量がネックですが、はい、でお次転移ですね。はい、転移に関しては SSR や SR だけで組んだ物理防御力や砲術防御力がレベかけ40上がったり、砲術防御力 6% アップ、はい、大火流術受け止めるにはありがたい奥義ですね。だったり HP レベかけ300、まあ、これがめちゃくちゃでかいですね。かなりの HP アップが見込めるレベル依存タイプの優秀な HP アップ奥義に SSR と SR だけで解放できると、まあ、ちょうど今次回反響なんかでこの消費お礼を願い返し使い終わった後 33,330 元宝から40,000元宝のところのここの累計消費ゲットするために、まあ、この限定特典の下の方にある限定トレジャーですねなんかを利用される方いると思いますが、はい、ここに子がいるんで、まあ、大体4000元宝ぐらいで取れますかね、限定トレジャーから。であと転移を含めた SSR だけで HP レベかけ300の優秀な奥義がゲットできると、かなりローコストですね。はい、でお次が当該、当該に関しても SSR だけですね。で防御力 6% だったり物理防御貫通が 80%、 砲術防御貫通は 140% と、はい、その他にも虹絡みになりますが戦役でとても優秀になる白鬼ですね。はい、と組んだ会心ダメージプラス10% 上がる奥義、虹絡み奥義の中ではこれかなり欲しい奥義ですねに絡んでいるキャラクターと、はい、そしてジョコちゃん、
に関しては先ほどのウキンとガクシンと同じ防御力が 10% アップする奥義だけでなく UR の超運取得優先順位の高い副将ちゃん MR アバターまでいけば戦役超強いキャラクターですね。特訓だ HP8% も上がる奥義あとダメージ反射が 10% 上がるんですね。手持ちの SSR 副将ちゃんたちをみんな反射爆弾にすることがこの奥義を解放すればやりやすくなるとあような超優秀な奥義にも絡んでるキャラクターですね。で最後ジュンイクちゃんこのキャラクターも UR と組んだり、まあ、SSR だけだったりと組んで、防御貫通プラス 80HP 吸収 2.5% 命中レベかけ40、はい、序盤中盤命中ありがたいですね、はい、だったりなんといってもこちらですね、リュウビちゃんと直江兼次と組んだ体力レベかけ100上がる奥義ですね。超優秀な体力奥義に絡んでいるキャラクター、まあ、ただし損傷効は課金してないとゲットできないんで、まあ、無課金の方はこれは無理ですが、まあ、美課金以上の方はこの体力奥義今回の中では最優先で狙いに行きたいですね。はい、ということでいや本当に今回目移りするぐらい全員優秀なんですよね。マジで困りました。はい、なんで飲みますね。はい、まあ、ですが優劣つけるならやっぱりジュンイクちゃんですかね。はい、スキル的にも奥義的にも優秀だし何より全然来てなかったってところなんかも含めて、まあ、総合評価ジュンイクちゃんかな。まあ、ただ無課金の方は体力奥義解放できないのでその他上のキャラクターたちから狙っていくような感じがいいかなと思いますね。どのキャラクターもレア度もかなりレアなんで新色交換ラインナップ全然並ばなかったんでこの1年奥義だったりスキルなんかをざっと見て決めてもらえればいいかなと思います。はい、とつていかがだったでしょうか。まあ、交換する場合こちらのベニヒスイではなくなるべく百花交換券の方で交換するのがいいですかね。ベニヒスイはなるべく椿ヒスイに使うようにしましょう。欲しい副賞確保しておきましょう。はい、それでは。